やあ、僕はグリーンザールス。今日は日向市のヘベス畑に来ているよ。こんにちは、ザウルスくん。黒木さん、こんにちは。美味しそうなヘベスがいっぱいだね。そうだね、ヘベスは夏が旬なんだよ。日向の特産品としてね、特に有名なんだからね。そうなんだね。ところで、ヘベスってちょっとユニークなネーミングだけど、何か由来があるの？うん、あのね、江戸時代の終わり頃に平兵衛さんって人が山の中で自生していたヘベスを発見して栽培していたそうなんだ。平兵衛さんの名前からヘベスと呼ばれるようになったと言われているんだよ。へえ、そうなんだ。栄養もあるんだよね。うん、ヘベスはね、ビタミン C を多く含み、疲労回復にとても有効なんだ。種がほとんどなく、皮が薄く、絞りやすく、まろやかで果汁たっぷりなんだよ。なるほど。黒木さんはヘベスをどんな風に育てているの？あのね、このヘベスの木はね、背が高くなる性質があるんだ。だからね、剪定でできるだけ背が高くならないように、そして実がたくさんつくように枝作りをしています。へえ、ヘベスっていろいろ工夫しながら大切に育てられているんだね。ザウルス君、ここで突然だけどヘベスクイズ。クイズ？ヘベスの良い保存方法はポリ袋に入れ密封して冷蔵庫に入れておくといいんだけど、この方法でヘベスはどれくらいの期間おいしいままで保存できるかわかる？何番だろう。わかった、2番の10日間。残念、正解は3番の20日間だよ。へえ、20日間も保存できるんだね。ところで、おすすめの食べ方ってあるの？そうだね、このヘベスを輪切りにしてね、シロップ漬けにして食べたり、ヘベスのクリームチーズを作ってクラッカーと一緒に食べたり、ヘベス牛乳としてもね、ドリンクとしても使えるよ。私たち生産者が大切に育てた日向のヘベス、みんなで使ってね。使って。